田島麻衣子君。はい、新型、すいません、立憲民主社民の田島麻衣子です。質問の機会いただけたことに感謝いたします。まず新型コロナウイルス感染症について伺いたいと思います。感染拡大に歯止めがかかりません。医療提供体制への負荷というのは第3波以上であると、医療の逼迫が非常に深刻になっております。中にはですね、入院先が決まらないまま死亡するケースが出ていると、これは非常に大きな問題であると思います。入院率というものが新しくこの報告のモニタリングの指標に加わりました。私はこれは非常に大きな英断だと思いますが、最新のものを見てまいりました。大阪では10人に1人という大きな問題になりましたが、今は 13% ですので、7.7 名に1人、兵庫は5名に1人、北海道は大体 6.25 人に1人ということですが、ここで私が言いたいのは、やはり圧倒的多数がこの今も入院できないという状況が続いているというふうに思うんですね。でですね、各種報道では、自宅待機中に命を落とされたという方のですね、報道も出ております。ですので、私はこの機会においてですね、病院内ではなくて、入院もできなかった人たちのことについて、厚労大臣と議論させていただきたいと思っております。まずはじめにです、自宅療養中および宿泊施設ですね、この中で新型コロナウイルス感染症により、亡くなった方、入院できずに亡くなった方の数と内訳、これについて教えていただきたいと思います。正林健康局長。お答えします。自宅療養または宿泊療養中に生じた死亡事例について、都道府県を通じて調査を行い、把握している限りでは、まず12月1日から1月25日までの間において、自宅療養中27例、宿泊療養中2例を確認しているほか、把握室で、検案した場所が自宅と入力された件数が、現時点では2月1日から5月18日までの間で54件あったことを把握しています。また、警察が取り扱ったご遺体のうち、医師の判断で PCR 検査が実施され、陽性が判明した事例については、適宜警察庁から情報提供をいただき、把握しているなど、できるだけできる限りの実態把握に努めているところでございます。田島麻衣子君。はい、ありがとうございます。まず期間ですね、なぜ12月1日から1月の25日しか実際にハーシス以外で見てないのか、またハーシスはなぜホテルで宿泊中に命を落とされた方の数を見ていないのか、この点について教えていただきたいと思います。正林健康局長。この12月1日から1月25日にかけて行った調査、各都道府県に調査をかけたわけですが、かなり の負担、ご負担をかけたかなと思います。都道府県としてはまたそれぞれの保健所に聞き、で場合によっては保健所から医療機関に委託していると、そこにまた聞かないといけないと、で、お亡くなりになったかどうか、どういう経緯でとか、そういうことまで、お調べいただいて報告いただきたので、相当なご負担を強いたので、そう何度も何度も調査ができるものではないと。で最も簡単にできるのがハーシスということで、それ以降はハーシスで、調べています。ただハーシスでは入力項目に自宅しか入っていませんので、宿泊施設は調査することはしておりません。田島麻衣子君。はい、5月14日のですね、厚労省からいただいた資料によりますと、現在、ホテル等の宿泊療養施設で療養されている方は1万328名、このですね、方々の健康状態や、本当に命を落とされたかどうかということを厚労省は見てないということですか。正林健康局長。把握できる限りということで、ハーシスを使って、把握しているところでございます。田島麻衣子君。ハーシスはホテルの数を見てないんですよね。ということは、宿泊療養施設で療養されている方々の状況というのは追ってないということになりませんか。正林健康局長。失礼しました。すみません、1万3000は宿泊の方でしたかね。そういう意味では、ハーシスでは把握しておりません。田島麻衣子君。厚生労働省として、今、ホテルに療養されている方々の命を落とされた数というのを把握してないということですよね。正林、田村厚生労働大臣。今その局長からも話しあったんですが、基本的に都道府県の情報というものをいただくわけです。で、発出は発出で状況、分かります。すべて網羅的に捕まえているわけではないわけでありまして、例えば自宅から
それこそ病院に移って最後亡くなられる方もおられますよね、悪化して。いろんなパターンがございますので、でそれからあと警察情報は警察情報でいただいておりますが、それを網羅的にですね、じゃあ今何名というのは、これはもう都道府県からいただくしかないので、今現状に関してはなぜそういう状況になっているかというと、大変感染拡大が急激に進んで、自宅で対応がなかなか難しいという中において、亡くなられる方々も多く出られているという現状でありますから、そういう自治体にですね、今網羅的になんとかその状況を集約してお知らせくださいというのは、これは平素のその治療といいますか、その感染者に対する対応、こちらの方の手を割くことになりますので、一時収まればですね、また状況等々お聞かせをいただきたいというふうに思っておりますけれども、基本的に今現状都道府県からにそこまでですね、網羅的な情報をお願いするというのはなかなかお願いしづらいという状況であります。田島麻衣子君。はい、私はおかしいと思います。人の命がかかっている問題であるにもかかわらず、それをきっちり厚労省として追っていないと。今現状はですね、入院できない人たちの方が多いんですよ。それも大半の7名に1人、5名に1人、4名に1人、これしか入院できてないわけですから、それ以外の方々はホテルまたは自宅療養にいるわけです。その中でホテルで療養されている方々の数を追っていない、私はこれは非常に大きな問題だと思います。厚生労働省の方々は保健所の負担がとっても大きいというふうにお話しされました。私もですね、地元名古屋市の保健所の方々にお話を伺っておりますが、まず皆さんが言うのは、厚労省が本当に必要かどうかわからない情報を我々にインプット、ハーシスですよね、しなければならないと。それをですね、県や市や二重にまた報告しなければならない。こうした二重のですね、仕事がたくさん重いんだと。こうした問題をですね、きちっと削除していって、それで必要に今必要であること、ホテルの療養中に何名が実際亡くなっているのか、その原因は何なのか、こうした問題に余力を避けるようにですね、厚労省はしっかりと業務を、考えていく必要があるんじゃないかと私は思います。このですね、ホテルの療養中の方々なんですけれども、実際にこの数を見てみますと、確保している部屋の割合がですね、に応じて、に対して、使用している率というのはものすごく低いんですね。例えば兵庫県です、この中でも自宅療養中に亡くなった方がたくさんいるという報道も出ている兵庫県ですけれども、ホテルの使用率というのはたったですね、24% なんですよ。で、大阪は 41%、これも過半数も使ってないんです。北海道は入院できる方々が 6.25 人に1人ですけれども、ホテルを実際に使っている率というのは、部屋が埋まっている率というのは 25% しかないんです。これそもそもなぜホテルを用意したかといったら、入院できないからそこで一時的にそこに行っていただこう、これが趣旨だったと思うんですが、入院もできず、そのホテルも使っていない、これはどういった問題があるのか、厚生労働省の見解を伺いたいと思います。田村厚生労働大臣。これもですね、もうすでに年末年始からずっと議論している話で、原因としてはですね、もうよく言われております。言うなれば、フロアごとに清掃しなければならない、要はそのフロアごと1つ、2つ部屋が空いても、そこすぐ稼働できませんから、フロアを例えばある程度空ければ、入っている方を移動させて、残りのフロアを全部やる、こういうやり方をやられておられるということもあってですね、それですとなかなか全部使えないというようなことがあります。こういうものに対しては、そうではなくても、空いたら移動してでも、もしくは完全なこう感染防護をしながらですね、そこをクリーニングしていただく、業者がやっていただくことが多くございますので、そういうお願いをさせていただいたりでありますとか、あとはそこに看護師の方々が対応したりなんかするんですが、その人員がなかなか集まらないということもございましたので、看護協会等々にお願いしてですね、潜在看護師の方々、これも多く数千名の方が今、いろんな対応をいただいておるということであります、今の累計でありますけれども、こういうようなこともお願いしました。そしてもう一つは、何よりもご本人が、これもあくまでも強制はできませんので、ご自宅で待機いただくか、もしくはホテルに療養いただくかという、入院ならば、これは措置入院ですから、この間、法律も改正いただいて、場合によってはですね、過料というような形もありますけれども、それ以外のところに関してはお願いでございますので、どうしても自宅という方もおられて、ホテルに入っていただけない、さまざまな理由がありますが、確かに言われる通りでございます、我々もいろんなことをお伝えしてきておりますけど、実行できていないという現状がございますので、そこは我々も反省しながら、さらにそれぞれの稼働率低い県に向かってはですね、いろんな助言、また支援、これをさせていただきたいというふうに思っております。田島麻衣子君。
はい、ありがとうございます。確かに1月からこの問題指摘されておりまして、4ヶ月経ったとでもまだこれだけ入院できてない人がいるのに 25% しか部屋が埋まっていないというのは、ワンフロア、まあ、病院ホテルだったら何十回もあると思う、十何回もあると思うので、やっぱり 25% って低いなってものすごく思います。今大臣ですね、患者さんのご意思でホテルに入られない方もいるというふうにおっしゃいましたけれども、資料1を見ていただきたいと思います。これはですね、東京都の福祉健康局のホームページから取ってまいりました。どなたでも今でもこの段階でも見れるようになっているはずです。赤線を引きました。PCR 検査や医師の診療などは、診察などは行いませんと書いてるんですね。これ、どこのホテルでもこういうふうになってました。で、私はですね、この実際にホテル療養を経験された方の話を聞きました。かなり大変ひどい、深刻な状況であると、その方はおっしゃるんですね。で、まずですね、ホテルに入ると、こういった写真入れてますけれども、ベッドと狭い部屋しか空間しかなくて、で、その中でですね、薬ももらえないんだそうです。ホームページには常備薬ありますというふうに書いてありましたが、実際その方がこの部屋に入って経験したことというのは、薬ももらえないと。で、看護師はいるんだけれども、大丈夫ですか、つらいですねっていうことしか言ってもらえないと。で、どんなに苦しくても医者を呼んでもらえないと。こんな状況だったら、誰がホテルに入りたいと思うのか、この状況も変える必要あると思いませんか、厚労大臣、どうでしょうか。田村厚生労働大臣。どんな状況でも医師を読めないということはないんだと思いますが、基本的には往診もできますし、場合によっては訪問診療、これはちょっと計画作らなきゃいけませんので、一定期間ということになりますけれども、事実上、訪問診療がやれるかっていうのは、入っている期間が2週間、多分ないと思いますので、そういう意味からすると、難しいのかも分かりませんが、症状が急変した場合には、往診、これは往診の診療料取れますので、そういう形で対応も一応、制度的にはできるようにしてあります。田島内子君。はい、先週のお話だと思うんですが、実際に起こっていることをお伝えします。そんな往診なんていうことはその方が経験した範囲ではないですし、その人は入院できたそうですにもかかわらず、他の人は入院ができなかったと、薬ももらえなかったと、苦しい苦しいとしてそこにいるだけだった。こういう状況、やっぱり厚生労働省としてもしっかりとですね、改善していかなければならないと私は思います。ネットとかも首かしげてらっしゃいますが、ネットとかも見てみるとたくさん出てますよ、経験者の体験談っていうのは。たった一つのサンプルでお話をしているわけじゃなくて、いろんな方々、この今もですね、ホテルでそういう経験をされていることは事実だと思います。私、見てください、ネット厚労省の皆さん、今、首かしげた方ね。でですね、お聞きしたいです、今、医者も、往診できないことはないというふうにおっしゃいました。ではですね、このホテルで療養されている方々ですね、かなりの施設、数ありますけれども、この中で医師がオンライン診療している、また往診をしている施設ってどのくらいあるんでしょうか。正林健康局長。委員がご指摘している医師が常駐している宿泊施設の割合とか、それからオンライン対応している施設の割合については、網羅的には把握しておりません。一部、例えば福岡県はすべての宿泊療養施設で医師、看護師が常駐して対応に当たっている、そういったことは承知しております。田島麻衣子君。これは把握すべきではないですか。できるというふうにおっしゃっていて、現実問題としてできていないという方が、実際に経験された方がたくさんいる中であるのであるならば、実際にそれは把握していくべきだと思います。大阪府でですね、これが非常に大きな問題になって、ホテル療養施設に対しては診療行為ができないと、なので医者を1人、2人かな、常駐させたという記事が出てましたけれども、それでもですね、大阪府のホテルの療養している方々っていうのは1496名ですよ。この絶対数に対して、2人、3人、4人の医者をそこに配置したとしても、全く私、効果ないと思うんです。このホテル療養施設に対する医療行為、訪問診療も含めてですね、オンライン診療でもいいです。本当に苦しいと思っている方々が、医者と対話ができる、薬をもらえる、こういうシステムにですね、変えていただけませんか。田村厚生労働大臣。これは
これはオンライン診療等々、こういうようなものがあるというのは、好事例の中で今までもお出しをしておりまして、そういう意味では対応できるという形になっております。で、これは包括支援交付金の方からですね、出せるというふうになっておりますので、対応ができると。もちろん、オンライン診療という形になるところは診療報酬の話になってくるとは思いますが、形上そういうものであったとしてもですね、これは包括支援交付金が出せるとなっております。で、もちろん今現状がどうなのかというのをまたこと細かくお聞きするのはですね、大変なご負担もあるのでなかなか難しいんですが、こういうことをやっていただきたいという思いは我々もあります。で、一方で医者を常駐でどれだけというのは、これさまざまな方がおられますので、症状のない方々も多々おられますので、そういう意味では一律にどの病院にどの、ホテルに何人というわけにはいかないと思いますけれども、そういうものも含めてですね、しっかりと財政的な支援という意味からすると交付金の中からお出しをいただいて対応いただくということになっております。田島麻衣子君。はい、ホテル療養中の方々がこれだけ増えている、入院できない方がこれだけ増えている中で、ホテル療養中に命を落とされた方々の数を見ていないと、その中でどれだけ医者が、お医者さんが中に入って診療できているのかという実態も把握していないと、もうちょっとですね、このホテル療養施設の方々に対する実態把握、努めていただきたいと思います。いかがでしょうか、厚労大臣、最後、答弁いただきたいと思います。田村厚生労働大臣。ちょっとこれも遅いと言われるかも分かりませんが、今、その例の5月の末までにですね、それぞれの地域医療、コロナとそれから地域医療が両立できるようにという形で、計画をお出しいただきたいというものはお願いをいたしているわけでありまして、その中には当然ですね、在宅の対応でありますとか、ホテルの対応というものもお出しをいただきたいというお願いをいたしておりますので、そこで挙げていただいてくればですね、どういう状況かというのは、我々としては把握できますが、ただ、今、感染拡大しているところでですね、そこまで現状、詳細のものを出していただけるかどうかというのは、ちょっとまだ我々としても分かっておりませんので、なるべく早く負担のかからない形の中においてお出しをいただけるようには努力いたしたいというふうに思います。田島麻衣子君。はい、実際にもうホテル療養を終えた方にね、オンラインでこう意見交換するっていうことだけで実情はどん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 分かっていくと思うので、負荷のかからない形だと思いますし、しっかりとですね、実情を把握していただきたいと思います。次にですね、水際対策について伺いたいと思います。やはりですね、どれだけ国民が自粛をし、満員電車の中でマスクをつけながら感染する恐れに戦いながら通勤をする中ででもですね、水際対策がしっかりしていなかったら、これ、第5波、第6波来るんですよね。私はこの水際対策について伺いたいんですが、インドからの帰国者に対しては、隔離、一定の時間隔離するということが決まりました。これ、インドから他国を経由して入ってくる方々も対象になりますが、簡潔にお願いします、時間がありません。浅沼生活衛生食品安全審査お答えいたします。対象となります。田島麻衣子君。はい、ありがとうございます。昨日ですね、この健康カードというのの説明を受けました。こういうところに丸々とつけて空港でこう自己申告するんだというふうに説明を受けましたが、これ自己申告でいいんですか。インド、ネパール、それからパキスタンですか、帰ってこられた方、丸をつけるかつけないかのが事実であるかどうかというのは、誰もこれ、確認してないんですよね、どうでしょうか。浅沼審議官。お答えいたします。検疫におきましては、入国前14日間以内に滞在した国、地域につきましては、質問書によりの申告によりまして、滞在歴を確認することとしております。この質問票等によります滞在国地域の確認につきましては、検疫法に基づくものであり、虚偽の申告を行った場合等には罰則の対象となりうるものでございます。このことにつきましては、入国者の皆様にもお知らせしており、ご理解いただいた上で、適切に滞在歴を申告いただいているものと考えております。田島麻衣子君。はい、ありがとうございます。インド、パキスタン、それからネパールから帰ってきた方々、これ、本当に丸をつけてない方々もが滞在していなかったかどうかっていう確認をサンプルベースでもされましたか。浅沼審議官。お答えいたします。ご指摘のサンプルという意味合いが分かりませんが、先ほど申し上げたとおり、虚偽の申請を行った場合等は罰則の対象になりますので、必ず、この申告というのは虚偽を行わないということを徹底しているところでございます。田島麻衣子君。はい、このインド、パキスタン、ネパールに丸をつけてない方々で、インド、パキスタン、ネパールにいた方がいるかどうか確認したことはありますか。浅沼審議官。お答えします。確認したことはございません。田島麻衣子君。確認してないんですよね。こんなんでいいんですか、本当に。私はパスポートにスタンプを押されてますよね。
これは絶対に動かせないですよ。確実に日にちも入ります、国名も入りますから、こういったものとやっぱり少なくともですね、全体、すべての数ではなくても、確認するべきだと思いますが、いかがですか、厚労大臣。田島麻衣子君。はい、今現状起こっていることを私が理解した範囲でご説明します。インドやパキスタンやネパール変異株と言われるところですよね。そこの方々っていうのは一定時間隔離するんです、空港出た後ね。ただそれをどうやってじゃあ確認、その誰がインド、ネパール、パキスタンにいたかというのをどうやって確認しているかっていうのは、自己申告でこのカードに丸をつけた人だけを対象にするっていうふうに言うんですね。でこれは自己申告ですから、丸をつけなかった場合にはどうするのかと、それは今確認してないとおっしゃるんです。それは事実ですか？浅沼審議官。必ず検疫官が入国の際に、お一人お一人に確認をします。で、その際に、例えば一切チェックが入っていなかったら、それは検疫官がその方に確実にその入国のことにつきましては聞きます。で、あと委員ご指摘のとおりで、例えば直行便みたいなものがあれば、それはもう全部ですから、トランジットの話については、トランジットルートというのが大体限られているので、そこについての乗客については、丁寧に入国の確認をさせていただいているところです。田島麻衣子君。聞かれたことに端的に答えていただくだけで構わないんですが、もし私がインドに滞在していて、私がじゃあヨーロッパ一番上のサンマリノに丸をつけていた場合、これおかしいですよねっていうことを検出するシステムがないんですよね。それは事実じゃありませんか？浅沼審議官。お答えいたします。検疫としてはそのシステムはございませんが、いわゆる入管のところで確認をし、そういった措置がセットになっているので、明らかにインド等から帰ってきて、入管でそこから入ってこられた方が措置されないわけなので、それは入管から検疫の方に戻されることになります。田島麻衣子君。ちょっとですね、この水際対策もこれも1月もずっと議論されてきてます。やっぱり甘いです。性善説に立って物事を進めるの本当に大事だと思いますが、このですね、水際対策きっちりやらないと、国民の皆さんがどんなに苦しい思いをしながら自粛をしても、また4波5波6波って来るんですよ。厚労大臣、本当にこれ、検疫は厚労大臣の所轄だということを私、理解してお話ししてますが、水際対策、もうちょっとしっかりやってください。自己申告なんかで、それを信じてやってたらだめだと思います。少なくとも何らかの形で確認するべきだと思います。いかがですか？田村厚生労働大臣。すみません、実務的なこともちょっと私は理解してないところがあって、今、委員がおっしゃられたのは、入荷入ってきますよね。で、検疫のところで、今、要するにインドに何日いたかとか、どこの経由かっていうんで、インドにいたというものを証明していただくと、でそれを虚偽の、だから虚偽の報告をした場合に見つけられるかということが一番の論点ということでよろしいんですか？ちょっと私、実務的なことは分からないんで、審議官からちょっとそこ答えていただいていいですか？田島麻衣子君。はい、あと5分しかないので、ちょっとこの水際対策、私だけじゃないです、国会の中で、この問題が非常に大きな問題であると言ってる人間、私だけではないので、この申告の方法も含め、しっかり省内でですね、大臣がすべて把握することは難しいかもしれませんけれども、議論していただきたいなと思います。残りの5分でですね、私は、和通分娩について、伺いたいと思います。これは日本社会の中で無痛分娩と言われてますが、無痛ではないです、ものすごく痛いです、本当に叫びたいぐらいに痛いものなので、決して無痛ではないんですけれども、資料2番目、見ていただきたいと思います。これはですね、日本、イギリス、フランス、アメリカの比較なんですけれども、厚労省の資料から取っております。日本はこの和通分娩を行っているのが 5.3%、フランス 65.4、アメリカ 41.3 なんですね。明らかに日本が少ないんですが、これはどうした理由であると考えているか、見解を聞かせていただきたいと思います。佐古井政局長。諸外国では例えばフランス、アメリカで無痛分娩実施は高い一方、日本の無痛分娩実施は低い、その背景でございますけれども、厚生労働省では把握をしておりません。それからこれは関係学会等にもお聞きをいたしました。いろいろお聞きしましたが、現時点で無痛分娩の普及率が低い理由について、調査を行っていない、あるいは分からないといったことでお答えできる情報を持ち出しておりません。田島麻衣子君。はい、これ大臣、
ちゃんとしっかり調べるべきじゃないでしょうか、いかがですか。田村厚生労働大臣。ちょっと考えさせて、どうすれば分かるのかということも含めて、ちょっと検討させてあげたいと思います。田島麻衣子君。実際にこれ、出産を経験されたお母さん方に聞くのが一番だと思います。なぜ無痛分娩を、和痛分娩を選択したのかしてないのか、コロナが大変ですので、オンラインで意見聞くだけでも大丈夫ですよ。実際にですね、これ、なんでこんなに差が開いているのかということを、私、厚労省として把握する必要があると思うんですね。で、お医者さんがですね、いろんなことを分析されたことを、彼らなりの独自の視点で言ってますが、まず麻酔科医、専門の知識を持った麻酔科医の方々が日本では少ないと、これの問題が大きな一つの理由ではないかというふうに考えていらっしゃる方が一定数おられますが、これはどのようにお考えになりますか。佐古井政局長。これ大臣のご答弁の中の一部もございますけれども、これは無痛分娩を、和痛分娩、どう考えるかということですが、基本的に追加的に医療行為がないと成り立たない分娩でございますので、私どもといたしましては、その医療行為を伴った分娩でありますから、まず優先すべきは、安全な無痛分娩の実施体制でございます。そのことに関しまして、いろいろな、例えば研修でございますとか、麻酔科医に対する、あるいは情報に関する開示、そういったことに関しては、いろいろな努力をしていきたいと考えております一方で、そういった分娩を選ぶか選ばないかにつきましては、これは個々のお考えによって、やはり選ばれるものだと考えますので、そのあたりについて、やはり検討していく必要があるのではないかというふうに認識をいたしております。田島麻衣子君。はい、有識者の中では、私もこれは非常に同意しますけれども、なぜ日本で和痛分娩が進まないのかという理由の一つにですね、忍耐を美学とする文化があると。痛みに耐えてこそ出産であり、痛みを伴わない出産で赤ちゃんには愛情が湧かない、無痛分娩なんて甘えてる等の考え方が社会にある、こういった指摘があります。厚労大臣、これいかがお考えになりますか。田村厚生労働大臣。その考えがあるというのが、ちょっとその母体 お母様というか、出産される方にあるのか、それとも医療機関側にあるのか、社会全般にあるのか。社会全般では私の意識はそんな意識ではないんですが、ただですね、その無痛分娩という、和痛分娩ですか、というのがピンとこないっていうのはあるのかも分かりません。つまり一般化してませんから、だからその選択の中で一般的にその選択するというようなものになってないというのはあるのかも分からないと思います。田島麻衣子君。はい、その一般的に選択されない理由の一つにですね、痛い思いをしないと母親になれないと、こういった社会のですね、ありますよ、本当、笑ってらっしゃいますが、申し訳ないですけれども、私自身もそれを経験しましたし、そういったプレッシャーに、本当に妊娠している女性たちがさらされながら、実際の出産をする方法というのを決めているというのは現状だと思うんです。ちょっとやっぱりですね、この分からない、分かりません、分かりませんっていうのは問題ですので、もう少し実態を調査していただきたいと思います。事件が起こってから、その事件をどう、じゃあ改善していくのかっていう動きっていうのは見えますけれども、首かしげてらっしゃいますが、これは産む側にとっては大事なことでありますので、実際その現状を把握していただく、なぜそれが選ばれないのか、そこにはどんな根本的な問題があるのか、これをですね、きちっと把握していただきたいと思います。30分参りましたので、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。この際、委員の移動についてご報告いたします。本日、古川俊治君が委員を辞任され、その補欠として中西雄介君が選任されました。